三オ薫、トッテナム戦で欧州チャンピオンズリーグ出場を引き寄せる可能性。三オ薫がプレーするブライトンにとって大一番が近づいた。リーグ6位のブライトン勝ち点46は5位のトッテナム同50とのアウェー戦。この試合で勝ち点3を積み上げれば来期の欧州 EL、欧州 CL の出場権獲得がいよいよ現実味を帯びてくるのである。 勝ち点53で3位のニューカッスル、同53で4位の万優を射程内に捉えることができ、欧州最高峰のチャンピオンズリーグ出場も見えてくる。ブライトンの CL 圏内は結構きつい。現実的にはトッテナムと EL 争いになりそう。終盤戦が面白くなってきた。孫ンミンとの日韓対決も激圧。 CL、EL 権獲得できるかどうかのまずは第一関門。ブライトン6試合連続得点関を期待。勝たないと CL 権との差は7になって厳しくなる。諦めたらそこで試合終了ですよ。ビッグクラブ相手に強者のサッカーできるかなブライトン VS トッテナム。4月8日23時から。